これはさっきの。一体何をするつもり？ここはどこなの？騙さないでくれ。俺たちは海に沈んでる。世界が丸ごと沈んでるんだ。彼らだとしてもありえない。すまない、今は何も言えない。あんたは思う存分恐怖を感じるがいい。そうするだけでここで影はあんたをしばらく生かすことができる。ここにはたくさんの謎があるみたい。セナたちはまだ近くにいるのかな？仲間たちとはぐれちゃった。私自身に戦えるような力はないし、怪物に気づかれ。おや、これはトラブルが起きたみたいだね。なんて言えばいいかな。これは巡ってくる幸運、それとも逃れられない運命か。あんたはどう思う？まずいね。あんたも他の人たちみたいに驚きすぎてダメになったの？なんて説明すればいいかな。うちのことを嘘つきだと思ってる人がいるんだ。彼ら自身が嘘つきだからね。気が触れたと思う人もいる。彼女自身の気が触れてるから。でもうち自身の言葉で表現するなら、うちは商売人だよ。聞くまでもないんじゃない？あんたをナンパするわけないだろ。まあ助けてあげてもいいよ。でもわかるんだ、あんたはうちと同じでそんな浅はかな人間じゃない。うちはね、あんたと真面目な話がしたいんだ。ねえ、あんた。運命を信じる？そういう、生まれた時から存在して、生きてる間に全てを決めて、そして、死んだ後も変わらないものだよ。教えて。あんたは信じる？あなたが誰なのかわからないし、何をしようとしてるのかもさっぱりだけど、そんなに暇なら。やめて。今うちが話してることは真面目な話と言えないの？後ろを見て。そして目の前を見て。ほら、これがうちの言う運命だ。おそらくあんたは自分がどうしてここに来たのか分かってないんだよね。しかし、あんたはここで死ぬ。分かるかな？あんたの前に現れたこの災いは、大崩壊と言うんだ。どういうこと？うちが今日出会ったのは、命を大事にしない奴ばかりだ。最高の機会が目の前にあるのに。機会？もちろん今のあんたの運気は確かにいいとは言えない。でもあんたはちょうど天気を伺うことができて、
それを少しいじることで正気を立ててる人間と出会った。どうかな？うちがその運命を変えてあげようか？一体何を言ってるの？俺、この怪物たち、まさか怖がってるの？どうやらあんたは面倒な作法が嫌いな人間なんだね。じゃあお手本を直接見せてあげようか。お客様、お口に合うかはわからないけど、うちは生活感のあるところが好きなんだ。浅雲山に帰らず、霧雨洗濯をなす。琥珀冬を防ぐにたるも、何度無意の覚悟を思わん。これは、さっきの人が持ってたものと同じ。私、今、また夢を見てたの？それとも、これは夢の中の夢？あるいは。